なんか BGM 変だよな。違う、これじゃない。こっち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 。砂漠だから調子乗って勇ましい BGM 流しちゃった。雑談しかしないのに。あ、挨拶。エピです、ここです。カブラキです、カブラキヨコです。よろしくお願いいたします。ファオそう、カブラキさ、全然さ、マジでトレーディングカードゲームよく分かってなくてさ、今日喋るメモもさ、トレーディングカードゲームのさ、あの略称が出てこなくてさ、なんだっけ、コレクティングカードゲームだっけって思ってさ、 CCG って書いたもんね。 TCG のはずなのに。で、さ、先輩方が我々の挙動を見守る枠と、あのイディオス我々7人がカードを開封しながらわちゃわちゃする枠があるっぽくて、トレーディングカードゲームっていうのはさ、何なんか数字とかが書いてある。なんかキャラがいるのは分かるの。キャラがいて、カブラキロコ歴代の中でも最高レベルの天才、ありとあらゆる学問を収め車の免許を持っているみたいなさ、説明書きがあって、でなんか多分数字とかが書いてあって、その数字の大きさとかジャンルとかでなんか話進んでいくのかなとはなんとなく思ってんのよ。トランプでいうさ、豚の尻尾あるの分かる？せーのでさ、同時に数字出してさ、でかい数字出した方がカード全部もらえますみたいなさ、遊戯あったりするじゃん、トランプで。あれのなんか超複雑版みたいなことでしょ、多分。よく分かんねえけど。そのなんかトランプのあれと、なんかポケモンのさ、単性バトルのあれそれとかとも、感覚としては近いんじゃねえのかいっていう予測までは立てたの。この属性にはこの属性が強いとか、この技が来たら、この技を避けるためにはこの技しかないから、そのカードを取っておいた方がいいとかさ、そんな感じじゃないきっと。大体合ってる。よし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 。でもちょっとなんか、みんな渋ってる瞬間もあるから、完全に100当たったわけではないんだな。多分もうちょい複雑なんだろうな、この感じね。まあでも要はほぼ単性、たまにルール外のこともあるバトルなんでしょ？ルール外とか、ルール外のことはあっちゃダメだな、殴り合いとかになっちゃうから。その自分のターンじゃない時に行動できたりもするけれど、基本単性でしょ、きっと。スタート！シババ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 バ！カードカードカード！はい出す！はい出す！はい出す！はい俺俺俺みたいなさ。そんなスピードみたいなことないよね。違うよね、さすがに。これはトランプだもんね。オッケー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 。でもさ、なんで紙のカードでやるのっていうのがカブラキピンときてなくてさ、だって別に今さ、そんなんソシャゲとかでさ、いくらでもできんじゃんかってカブラキはね思ってて、生のカードを使う良さみたいなのがあるんかってきっと思ってるんだけど、わざわざオンラインでできることを生のカード使うってことは、それだけの魅力が多分カードにあるんだと思うんだけど、電子書籍より紙の方がいいみたいなことなん？あー、ロマンがある。やっぱそっちの方なんだ。あ、昔からあるから。なるほどね。デジタルの方が後から来たから。はい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 。あ、直接戦うのが楽しい。なるほどね。資産価値、あー、売り買いできるから直接。光り方が違う。カブラキだっていろんな光り方できるけどね、別にね。直接さ、相手の顔見ながらプレイするにあたってさ、相手の微妙な表情の変化をさ、あいつあの顔したってことは多分こういうカードを持ってるなみたいな感じでさ、作戦立ててさ、やったりとかできたりするん？え、あるんだ。へえ、絶対ないと思ったのに。アニメならある。あー、なるほどね。あ、だからUNOでさ、こっちがさ、向こうにさ、2回連続でさ、2枚追加するさ、カードを出したのに、相手が全然動揺してないってことは、向こうにはなんかプラ4が2枚ぐらいあるんじゃないかって思うってことね。そういうこと？めっちゃ頭使いそうだよね。ちょっと面白そうだと思ってるけど、でもさ、なんかそのハードルが高いじゃんか。全然腰は重いんだけど、ルール自体は面白そうだから、なんかアプリとかさ、実物が手元になくても始められるなんかがあったらいいのになって思うよね。戦うために十分なさ、カードをさ揃えなきゃいけないわけじゃん。パーティーを組まなきゃいけないわけでしょ。なんか知らんけどデッキっていうの、あれ、それのなんか強力な兵士をさ手元に集めるためだけでもさ、なんか相当なね労力がかかりそうでね。デッキあれこれ考えながら組むのが楽しみだ。カブラキさ、ちっちゃい頃さ、黒猫のウィズだっけ、なんだっけな、なんかそのクイズに答えて戦うみたいなさ、ソシャゲをめちゃめちゃやってた時期があって、それで敵によって
カード組み替えたりとかめちゃめちゃしてたわ。あの感じね。はい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 。あれはね、なんかコストとかがあってコスト管理とかしなきゃいけなかったの。その全体の戦力の上限みたいなのが決まってるから、こいつはちょっとコスト低いから少し弱くはあるけど、でもここでこの必殺技が出せるからみたいな感じでめちゃめちゃ考えて組んでたのね。あの感じだろうな、近いのは。カブラキーの中で感覚として。あ、トレーディングカードゲームもコストとかあるんだ。部屋持ってるカード全部使っていいよじゃないんだ。あ、使う時にコストがいる。はいはいはい、なるほどね。だからこうカマセイヌみたいな役とかもいた方がいいんだろうな。敵が一発でこっちが死ぬような技を打ってきた時に、お前はクソ雑魚だからそれを全部一人で受け止めて死んでくれみたいなさ。ありそう。なんか戦い方無限だろうな。まあここが楽しいのかなみたいなポイントはふわっとさうっすら見えるんだけど、いかんせんルールがさっぱりだからさ、ルールもカードの見方もさっぱりだからさ、マジイラストを見て楽しむ回になるよ多分今日なるほどね、ちょっと楽しみになってきたわ。